今回はドクロの目玉焼きを作りたいと思います。ファニーサイドアップ面白目玉焼きということで、中身はですね、あ、はい、こんなドクロ型になっております。これで目玉焼きを焼けば、この見本の箱みたいにドクロの目玉焼きができるんじゃないかなと思います。早速やってみます。まず、おお、わあ、いい匂い。バターをひいて、いいのかな、これ直接いきます、焦げないだろうな。でいったら、じゃ早速とも、ただ焼くだけなんで目玉焼きいきます。おお、ほうほうほう、ほう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 。で、これがあんまり好きじゃない、で、白身は硬い方をこう取った方がいいのかな。で、こっち全然足りてない、全然こっち白身足りてない、動けへん。また来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 た、蒸し焼きにします。はい、焼き上がり、ちょっと白目になっちゃった。あ、これ取れんのかな。おお。はい、盛り付けてみました。ただ目玉焼きを焼いただけなんですが、簡単にこんなハロウィン気分を出せるので、よかったらやってみてください。ビレッジヴァンガードで900円くらいでこの型は売ってました。今回の動画はこれだけだと短くなっちゃうので、この後簡単にオムレツの焼き方を紹介したいと思うので、よかったら見てみてください。続きます。はい、それではオムレツを焼いていきたいと思います。まずはバターを敷きます。くるっと敷いたら、あとはこの奥の壁にも敷くのがポイントです。で、また温めておいて、その隙に今回は2つの卵を使ってオムレツを作ります。で、ちょっと味付けに塩コショウを、おっと、ちょっとかけすぎた。で、これを溶きます。で、ちょっとバターが焦げてきたら、ジュッてジュッて言ったらいきます。ジュワー、うわ、いい音。それでフライパンを揺すりながらぐる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 やります。やって、固まってきたら一気に奥にやります。スピード勝負。大丈夫かな。やって、全部奥に入れちゃう、全部奥に入れちゃって、ここをちょっとひっくり返すように箸を入れます。で、そしたらここをトントントンと叩きます。こ、こ、よ、よ、よ、こ、こ、ちょっとちょっと斜めにひっくり返っちゃったけど、まあ綺麗に、まあ、楕円形になったんで、これで OK。 よし。で、これでちょっと焼きます。で、焼いたら完成。ここに盛ります。ほっ、ちょっといびつだけど、これでふわふわなはず。切りたいと思います。よっ、切れ味すごいな。そうするとここがふわっと、こう、ちょっと焼きすぎたかな、こんな感じでふわふわのオムレツができますので、もしよかったらやってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。メインで活動しているゲーム実況チャンネルはこちら。パソコンから見ている方は画面のボタンをクリック。
スマートフォンから見ている方は説明文のリンクからお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。